はい、タイの切り身の、アクアパッツァの完成です。はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。というわけで今日は料理動画第2弾ということで、前回のオムレツに続き作っていこうと思います。で、今回はですね、まあ、前回のコメントで、リクエストがありまして、まあ、彼女に作るならこれっていう一品をお願いしますと言われたので、まあ作っていこうと思うんですけど、そういうね、シチュエーション、まあ出くわさないし、まあこれを見てる視聴者の方も出くわさ、今回はちょっとイタリアンから、まあ比較的かなり簡単で、まあおしゃれに見えるやつを作りまして、今回はアクアパッツァを作ります。まあ本当タイのね、白身魚を使うんですけど、まあ普通はね、こう丸々一匹を使うんですが、まあ今回は、簡単にいきたいので、ほんと作りやすい、真似できやすいようにしたいので、切り身をね使います。で、切り身にすることによって、まぁ、ちょっとね、こう旨味とかは、そう、アラの部分とかはこう旨味が減っちゃうから、その辺ちょっといろいろ付け足して、まぁ、うまいことねやろうと思います。でも、まぁ、テーマとしては本当にね、まぁ、真似しやすいを一番にちょっとに作っていこうかと思います。はい、というわけで材料をいきます。アサリですね。もう下処理をねして、砂抜きとかしてあります。で、ミニトマトなんですけど、本当はねドライトマトの方がなんか旨味が強いので、そっちを探したかったんですけど、なかったんですよね。まあ干すとこう旨味がねアップするのは、なんかこう干し椎茸とかと一緒ですよね。で、今回またさらにこうなんか旨味をなんとか足したいので、マッシュルームを気休めでちょっと追加します。で、調味料系は、まあ、オリーブオイルと塩と、あとこのイタリアンパピント、ちょっとピントが合わないな、イタリアンパセリですね。で、あとこれ水、そう、これは外せないよ、水。以上です。本当シンプル。じゃあまずね、あの魚のこの切り身に塩をね振っていきます。まあ適当に、で、塩は、まあなんか最後の方に味が足らなかったらまた足すんで、まあこんな感じで。で、次、じゃあマッシュルーム切っていきますか。マッシュルームはね、ちょっと、まあこれ結構なんか結構汚れてるから軽く洗います。なんかキノコはよく洗わなくていいって言われますけど、キノコ農家さん的にはね、ちょっと汚れてたらちょっと洗った方がいいらしいですね。まあ今回はこの真ん中の部分も食べちゃおうかな。まあちょっと軽くスライスして使っちゃいます。結構大きめでいいかも、うん、そう、大きめの方がちょっと食べ応えあっていいかもしれないですね。おい、じゃあマッシュルーム切りました。トマト、この緑のやつ、ヘタを取って、いや本当はねドライトマトがね欲しかったんだよな。売ってなかったな、本当に。ワンチャンあるかなと思ったんですけど、ネットで買っとけばよかったですね。じゃあこれは、この切れない包丁で、まあ、うまいこと半分にしておきます。僕ね、その高校まではね、そのイタリアン料理人になりたかったですね。調理師になりたかったんですよね。で、まあ高校の時こうね、バイトとかいろいろ、まあ厨房何個か入って、まあこう思ったんですよね。これゲームする暇ねえなと思って朝から晩まで一日中やるから、厨房にいるから、もう、まあ、僕はまあそこまで人生かけられないなと思ってやめました。そして今に至る。ね、ちょっとね、これからまあ焼いていくんですけど、焼いて煮るんだけど、どうしようかな。これフライパンがこのめちゃくちゃでかいやつか、前回使ったこのちっちゃいやつしかないんですよね。だからどうしようかな。大きさ的にどう、これダメかな。大きさ、まあ、アサリもあるから、ちょっと大きいと思うんだよね。なんか寂しい感じになるか心配なんだけど、まあちょっとこのでかいやつでいけます。じゃあこれからまず魚をね焼きます。やっぱあれだね、一人だとすごく、まあ、撮影も寂しいし、こうカメラアングルもなんかね、もっともう一人ぐらい撮影班がいてくれたらね、いろいろね、いろんな角度で撮ったりとかできるんですけど、今一人で撮ってるからね。で、まあオリーブオイルね、まあダーってやってください。熱したら皮目からいきます。で、弱火焦げる、まあ
弱火でね、ゆっくり皮目を焼いていきます。でこれ縮こまるから、縮こまるから押さえてみて、ちょっとやばい、縮こまる弱火っすね。まあこれで、ね、なんかじっくり焼いていきます。で何分ぐらいかな、これ5分、とりあえず5分ぐらい、まあ様子見で皮目がいい感じになって、で魚はあのもう火完全に通っちゃってるんで、まあ裏この皮目側はしっかり焼いて、裏ひっくり返して裏も焼いて火通っちゃっても OK かな。で今回はまあこういうね料理を作ってるんですけど、まあ次はなんか筋肉飯じゃないけどゲーマー飯的な、男飯的なのをなんかね考えてます。今日トングがどっか行っちゃったんだよね。お、ああいいじゃん。まあこんな感じです。はい、じゃあそろそろ火が結構通ってきたなってなったら水入れます。ひたちょっと隠れるぐらい、ひたひたぐらい、これぐらいかな。で強火にします。うわっ、危ない、取れてっかな。マジ一人で取ってると心配なんだよな、取れてるか。でね、ちょっとマッシュルームどのタイミングで入れようかなと思ったんですけど、ちょっと今入れよう。これ豆乳なんか多すぎたかな。マッシュルーム多すぎたな、これ多分。あー、なんか切り身の端っこがマッシュルームに破壊されてる。マッシュルーム多かったね。まあちょっと取ります。多すぎ、あの盛り付けるときに多すぎたら取ります。 でトマトはなんかね最初にコーンに入れちゃうともうぐちゃぐちゃになっちゃうから今は入れない。アサリ入れます。アサリはちょっと今回これ買った分全部入れちゃおうかな。よいしょ。でちょいちょいね水をね足してます。今回蓋をしてないのでいい感じに今アサリが開いてきてるかな。うん、いい感じですね。ちょっと塩足しますね。まあこれはほんと様子見でみんな最後の方にトマト入れます。トマト入れて、で仕上げにオリーブオイル入れるんですけど、もうとにかくね洋食とかね、その今イタリアもそうだけど外食は油がいっぱい入ってるの。油が入ってるからいっぱい美味しいね、美味しいから本当油をめちゃくちゃいっぱい入れます。これぐらいかな、多分これぐらいかな。もうほんとね外食、もうほんと厨房に入って料理してたから見てたから分かるんだけど、ほんとね特にイタリアンとか中華ってみんなが想像してる何倍も入れてるんですよね、油。すごい油入ってるんですよ。でずっと強火です。でこれいわゆるみんな大好きな乳化してくるんだけど、もうちょっと入れても全然いいな、これぐらい。で最後にイタリアンパセリ、はい、じゃあこれで完成です。はい、タイの切り身の、アクアパッツァの完成です。想像以上にうまくできたかもしれない。じゃあちょっと盛り付けていきます。じゃあ盛り付けます。ああこれな、切り身が崩れないでほしい。ああ崩れる、絶対崩れる。やった、きた、めっちゃ綺麗に取れた。でこのね汁ね、これが超美味しいからね、これはたっぷりいきましょう。はい、というわけでできました。もうちょっとオイル入れた後煮詰めた方が良かったかな。
まあでも結構よくできた方だと思う。じゃあ、うまっこれうまっ、やばこれ天才じゃないか。もうタイがうまいな。でマッシュルーム、まあうまみプラスとしてね入れてみたんだけど、まあ正直わからないけど、でもまあすごく美味しいです。まあすごい邪魔になってはないので全然いいと思います。まああとは本当この料理って本当いろんなものを、結構パプリカ入れる人もいるし、いろんなもの入れたりするんで、まあね、もう本当お好みで付け足してもいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今日はアクアパッドを作ってみました。今回はねガチで、もうガチでうまかった、過去一で美味しかったです。まあすごく今回ね、まあおしゃれだけど真似しやすいっていうか作りやすいものなので、まあ変なねこう難しい入手しにくいものとかもないし、すごく簡単に作れると思うので、ぜひ真似してみてください。作ったよって方は、まあ、Twitter とか YouTube のコメントで教えてくれると嬉しいです。というわけで今日もぜひグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。というわけでバイチャ。うまっ、まあ、天才だな、マジで天才。もう骨までうまいもんこれ。